とりあえず中入って。お邪魔します。つっても今日は誰もいないけどな。いよいよ明日だね、パーティー。楽しみだな。なんかサプライズのことがあるから、かすみと話してても変に気を使って疲れちゃったよ。で、例のものはちゃんと借りれたのか？うん、それは大丈夫。この中に入ってるって。 USB メモリーな。これをパソコンに挿せば映像ファイルが入ってるってことだな。先輩はそう言ってたよ。そしたらあとはパソコンに借りてきたこれをつないで。あ、それプロジェクター？これでライブ映像を見たら多分すごい迫力だよ。だよな。明日のためにわざわざ用意したの？いや、まあサプライズのことをある人に相談したら絶対これがいいって貸してくれたんだ。私はテレビで流せばいいかと思ってたんだけど、この蔵に急にテレビがあったら怪しまれるんじゃないかって、わざわざこれを貸してくれて。よかったね、アリサ。これなら絶対カスミたち驚くと思う。だろ？それじゃあ一回映像見てみよう。え、私たちだけで先に見ちゃうのか？そのパソコンで本当に見れるかわからないよ。一応確かめておいた方がいいと思う。先輩も確認した方がいいって言ってたよ。それはそうなんだけど。じゃあ一瞬だぞ。映像が流れたらすぐ止めて、あとはみんなで一緒に見る。うん、そうしよう。それじゃあお願い。そしたらこれを差し込んで、このファイルを。ねえアリサ、ポピパがあって本当に良かったよね。は？なんだよ急に。友達のためにサプライズの準備したり、友達が家に泊まりに来てくれたり、ポピパがなかったら多分できなかったと思う。ポピパがあってみんながいてくれて本当に良かったよ。かすみもサーヤもリミもアリサも私大好き。ポピパって私たち5人でポピパだよね。どうした？おたえ、なんか急に言いたくなったから。ったく、ほんとおたえは突然そういうことを言い出すからな。つうか、そんなこといちいち言わなくったって分かってるっつうの。私もおたえと同じ、ポピパをやるまで友達の家に泊まりに行ったことなんて一回もなかった。友達の家に泊まりに行ったのもあのオーディションの前日、おたえの家に泊まりに行ったのが生まれて初めてだから、あの日は本当にドキドキした。夜寝る時も何回も寝返り打ったりして、なかなか寝つけなくて。うん、わかるわかる。嘘つけ、お前はすぐ眠ってたろ。そうだったっけ？そうだった、もう速攻寝てたぞ。あのさ、ポピパがなかったらうちらってどうなってたのかな。少なくとも私は生徒会には入ってねえだろうな。ああ、そうしたらあんな大変な仕事しなくてよかったのか。いや、そもそも学校にも行ってなかったかもな。そしたら中庭のお弁当の時間も放課後のおしゃべりも全部なかったんだな。お誕生日パーティーをすることも思い出の記念日も全部なかったんだね。なんかすげえ怖いな。けど、ポピパはちゃんとあったよ。おたえ、ポピパはちゃんとあったよ。ね。うん、ちゃんとあった。明日のパーティー、ほんと楽しみだな。ライブの映像、みんな喜んでくれるといいね。それは間違いねえだろ。お？ということは、どうしたの？明日がオーディション合格記念日ってことは、1年前の今日、うちらはおたえの家に泊まったんだなって思って。あ、そっか、この前かすみが言ってた初めてお泊まり記念日だね。
その日にたまたま初めて友達を泊めたおたえと初めて友達の家に泊まらせてもらった私が揃ってるわけか。これは二人だけで軽く前夜祭でもやっとくか。それ賛成。じゃあ今ちょっと飲み物持ってくるな。お、いや、その前に映像のチェックだけしちゃうか。もう一回言うけど、映像が流れるの確認したらすぐに止めるからな。いいな。残りは5人でね。そうだ、果てしなく